さん、こんにちは。ハワイのナビゲーター、アロハちゃんです。今日は、美しいビーチとおしゃれな街、カイラを紹介していきたいと思います。カイラは、オアフ島の北東にある小さな町で、ワイキキから約20キロ、車で約40分です。カイラーといえばビーチですが、ホールフーズなどのおしゃれスーパーや、ローカルショップ、カフェやレストランなどが充実しています。カイラーにしかないお店もたくさんあり、旅行者に人気のエリアです。お店はコンパクトにまとまっているのですが、たくさんのお店があるので、A から F の6つに分けました。A は、ターゲットというお店があるエリアで、エキリストリートには多くのショップがあります。B はホールフーズやダウントゥアースがあり、カリフォルニアピザキッチンやマウイブリューイングもあります。C はラニカイジュースやモーニングブリュー、ドーナツショップやスーパーもあります。D はサンドイッチ店やモケズのほか、おしゃれなセレクトショップがあります。E はシナモンズやマノアチョコレート、ミューズやインドクレープ店もあります。 F はカイルアビーチに近いお店で、ピザや韓国料理の店とシーカヤックレンタルのお店があります。そんなわけで今日はエリア A をご紹介します。このエリアはエキリストリートといって、ショップやレストランが19店舗あります。ホールフーズからも近い位置関係です。右手に見えてきた建物が、おしゃれなお店が集まる場所です。距離にすると250メートルぐらいあります。なぜかこのエリアの Google ストリートビューは2011年のままでした。この映像は2023年4月に撮影した最新のものです。この辺りの建物は比較的新しいです。以前はこの場所にブッツ&キモスがあったのですが、別の場所に移転しました。ここまで車で1分弱でした。今通ってきたところの最初の地点に戻って1店舗ずつ紹介していきます。この通りの名前はヘキリストリートと言います。ホールフーズに近い側からターゲットまで全店紹介します。まずはこの図、カイラです。この図はノースショアのハレイワで誕生したポーク専門のローカルなレストランです。豚肉を12時間かけてじっくりとローストして作ったカルアポークが絶品です。カルアポークはハワイの伝統料理で、ハワイアンの時代にはお祝い事の時にご馳走として食べられていました。12時間もかけて熟成しているので、しっかりとした味がご飯に合います。店内は豚をモチーフに装飾され、ユニークさが伺えます。お料理は本当に美味しいので、機会があれば挑戦してみてください。続いてはビキニバードです。水着が専門のお店ですが、おしゃれなアパレルや雑貨も取り扱っています。夏に着るのに快適そうなお洋服が並んでいます。黒いフォトフレームで統一された壁もおしゃれですね。店の奥には子供服もたくさんありました。次はアロハキラです。アロハキラはギフトショップで様々なアイテムを扱っています。帽子にキャンドル、サングラスにヘアクリップなど可愛いグッズが並びます。
店内は明るくポップなデザインで楽しくなりますね。アクセサリーも充実しています。アロハのチャームも可愛いですね。もちパンケーキミックスもありました。次はローレンロスアートです。こちらではローレンさんの作品を見たり購入することができます。ご本人がお店におられることが多いので、タイミングが良ければ会えるかもしれません。次は B&T です。なんとも可愛いお店なのですが、店内に入ると大きなアートが目に飛び込んできます。インテリアも可愛くて気になっちゃいます。こちらではタピオカティーやスムージー、レモネードなどがいただけます。サイズはカップを置いてくれていて親切ですね。グッズもいろいろあってチェックしたくなりました。続いてはツインアイランドカイラーです。ツインアイランドとはラニカイビーチ沖にある2つの島で、こちらのお店はその島を象徴にしたデザインのブランドです。 T シャツや帽子、水着などを取り扱っています。このブランドは地元の人にも人気があって、 T シャツを着ていたり車にステッカーを貼っている人をよく見ます。カイロアにしかないお店です。次はクリスタルのお店、カイロアクリスタルです。クリスタルは身につけることで邪気を払い、災難を防いでくれる効果があると言われています。店内にはすごい数のクリスタルが展示されていました。ここに来るだけでご利益がありそう。次はナルヘルスバー&カフェです。こちらではアサイボール、フレッシュジュース、スムージーなどの飲み物をいただけます。いつもたくさんの人がいて賑わってる印象です。店内は大きな絵が描かれており、思わず写真を撮りたくなります。壁には写真も飾ってありますね。飲食スペースも可愛く、グッズの販売などもありました。続いてはシュガーシュガーです。こちらは様々な雑貨やアパレルを扱うブティックです。ポストカードや香水など手に取りやすい商品がたくさんあります。ユニークなデコレーションもありました。ハワイっぽいコースターが気になりました。続いてはアイランドバンガローです。こちらはハワイの美しさからインスピレーションを受けて作られた商品を扱っています。パパイヤやモンステラなどをモチーフに厳選されたホームデコレーション、アクセサリー、ギフト商品があります。これらは高品質の素材を使用して職人によって手作りされています。続いてはジュリアというお店です。白を基調とした店内はアクセントが効いていておしゃれです。デザイナーは日本人のサオリサントスさんで、細かなところまでこだわって作られた着心地の良いリゾートウェアが揃っています。お気に入りの一着が見つかるといいですね。ここが建物の端っこになります。こちらには午前中はベーグルショップ、午後からはクラフトビール店になるお店があります。エンクティエルベーグルというベーグル店では手作りのベーグルがいただけます。
グレースイングローラーズはクラフトビールのお店です。どちらもタイミングが悪く撮影できませんでしたが、人気のお店です。続いてはクレープカフェです。以前カイルアにあったクレープ店とは違うのですが、おしゃれなクレープ店ができていました。外からの印象とは違って雰囲気がいいお店です。椅子にはアクリルでアートが描かれ、とても綺麗で素敵です。美味しそうだったのでクレープを頼んでみました。ストロベリーとバナナのクレープで、スイーツ系のクレープです。比較的スタンダードなクレープでしたが、皮は弾力があってすごく美味しかったです。次はフード系のクレープも食べてみたいな。ペロリ。続いてはスプラッシュハワイです。スプラッシュハワイは35年以上にわたってハワイで愛されている水着専門ブティックです。ハワイには3店舗ほどあり、このカイルア店ではフットウェアとアクセサリーのコンセプトショップを構えています。ハワイでデザインされたプライベートブランドのスイムウェア、アパレル、アクセサリーと海に出かけたくなるような商品を展開しています。続いてはマハロハバーガーです。これまでに店舗ほど紹介したのですが、3店舗目を紹介します。マハロハバーガーはありがとうのマハロとハワイの挨拶アロハをくっつけたようなユニークな店名のバーガーショップです。本場アメリカのアンガスビーフを使用し、ジューシーでボリュームたっぷりのハンバーガーを楽しむことができます。マハロハバーガーの味をカイロアでもいただけますね。次は違う建物になります。手前は美容室や不動産なのでスキップします。続いてはパイオロジーです。パイオロジーとは自分の選んだ具材で焼きたてのピザが食べられるお店です。お肉ばかりにしたりチーズたっぷりにしたりとカスタマイズができます。少し注文が難しいのですが、このお店のピザは美味しいです。店内だけではなく外のテーブルでも食べられますよ。最後はファイアフィッシュマーケットです。以前はこの場所にブッツ&キモスがあったのですが、こちらの店に変わりました。メニューは新鮮な魚を使った料理がメインで、魚のタコスやポキが人気です。シーフードのバーガーも好評でリピーター続出のお店です。エキリストリートの端まで来たのですが、お向かいにハワイアンアイランドクリエーションズがあるので、こちらも紹介していきたいと思います。まず特徴的なのはこちらの壁画です。建物丸ごとペイントしてあるので、遠くからでもすぐにわかりそうです。いろいろなところにアートがあるので、こちらのような電気パネルにも描かれています。ハワイアンアイランドクリエーションズは1971年に誕生したサーフ&アパレルショップです。サーフブランドの商品をはじめ、帽子やアパレル、ビーチサンダルまで幅広いです。まずはレディースコーナーを見ていきましょう。サーフィン好きの女の子にとってラインナップの多さは嬉しいはずです。ロキシーや RVCA、フォルコム、ビラボンなど有名どころは全て揃っています。帽子やカバン、アパレルの多さもいいですね。しかも可愛い。アメリカっぽいローラースケートもありました。こちらはサインがたくさん書かれていますね。ここからはメンズです。ハワイは T シャツが何枚あっても困らないので、
お気に入りの T シャツを探してしまいます。半額コーナーもありますよ。もちろんサーフボードやボディーボード、スケートボードも扱っています。すごいラインナップでお買い物が楽しくなりそう。ハワイアンアイランドクリエーションズは HIC サーフの名前でお店を出しているので、こちらの方が馴染みがあるかもしれませんね。店内はとても広くて、ゆっくりお買い物したくなりました。以上、19店舗を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。エキリストリートには、美味しい食事やスイーツ、おしゃれな雑貨やアクセサリーなど、見どころ満載のお店がたくさんあります。自分だけのお気に入りのお店を見つけてみてください。このチャンネルでは、ハワイの観光地を定期的に紹介していきます。リクエストや質問などありましたら、コメント欄よりお願いします。動画を見ていただき、ありがとうございました。この動画が参考になったよという方は、いいね評価をね。